池田元助は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。池田恒興の長男で照政の兄。位。意味はこれ助とも言う。皇室の塩川長光の娘は、織田信忠の妻と姉妹で、三宝氏は外政にあたる。幼少より、織田信長に仕えた。資料に、初めて登場するのは、天正六年十二月の有岡城攻めで、父。 常沖とともに倉橋座との取り出に入った。天正8年の荒木村重討伐では、父や弟のて政まと共に活躍し、花熊城の戦いで荒木元清を破り、信長からその功績を称賛されて、名馬を賜った。天正9年2月28日、父の名代としてて政まと共に馬揃えに、摂州州として参加。以後、 父を離れて単独で活動するようになり、池田氏の大将として振る舞う。同年11月、信長は、橋場秀吉と元助に、淡路国信仰を命じた。元助は、岩屋城を包囲し、由良城に籠城する、あたか清安のもとに、家臣、生き中寺と秀吉の副讐、八塚正勝を送って、投稿を説得し、信長の許可を得たので、 淡路勢は降伏して諸城は退場した。元助は清康を従えて、安土城に施行し、諸領安土の許しを得て、淡路に帰還した。秀吉撤退後も池田勢が淡路に駐屯した。天正10年、明智光秀の寄り奇襲の一つとして、公衆征伐に出征した。続く中国遠征でも明智寄り行きとして、準備を命じられていたが、6月2日に、 その光秀が謀反を起こして、本能寺の変で、信長が応詞する。6月11日、中国大返しで、姫路城に戻った秀吉と返した父、常沖は、次男照正も、秀吉の養子にするという約束をして改名した。さらに父は提発して勝ち入りとこし、これに従って元助は、木神の章を継承した。に、秀吉に従って、山崎の戦いで、 明智光秀を破った。清須会議により、父は大阪、甘笠、兵庫の十二万国を与えられたので、父が大阪に移って、代わりに、元助が伊丹城に入り、弟、照政が甘笠城に入った。池田元助戦士の父とされる小黒塚、竜徳寺系大の池田元助の墓、小田家の内紛でも父に従い、織田信を二属して、秀吉の味方となって、 天正十一年の静ヶ岳の戦いに参戦。父が、三の大垣城主となると、岐阜城主となった。秀吉と信夫の関係が悪化すると、今度は、秀吉側につき、天正十二年、長久手の戦いで、三河を奇襲する部隊の一翼を担ったが、四月九日、徳川家康、井伊直政、織田信夫らが率いる軍の擁撃を受けて、父や、 基定の森長義ともども打ち字にした。戦死の地と伝わる場所には、小黒塚が建てられている。元助の去年26とされるが、信長後期では、天正八年時点の記述で、元助、照政兄弟、共に年齢15、16とあり、兄弟の年齢差はあまり開いておらず、元助の没年齢は、実際には20代前半であった可能性もある。ありがとうございます。